今回はこちらの方をね、撮ってまいりましたけども、とうとうこれを、買ってきてしまいましたね、私とうとうこれを買ってしまいましたけども、初回がね、これプレミアも最近初回が出てくるようになったんですが、なかなかそれを探すのも一苦労でね、最初通常のトミカにあったんですが、そのうちプレミアムができてから、今度プレミアムの初回っていうものも出始めるようになって、で、基本的に初回なんてやめりゃいいなと思うんだけども、そういったこともあって初回は人気が出てきてて、でプレミアムの方でも、初回はたまにしかプレミアム出ないんだけど、そちらのプレミアムの方でも初回は人気が出てると。だから880円といって、若干こっちに初回のがあれですよね、電気屋で、ヤマダ電機で買ったんですけど、ヤマダ電機はですね、こっそり金稼いでんですよね、ヤマダ電機はね。要するにどうしてかっていうと、この初回特別、通常は770円ぐらいだったかな、に対してこれ初回が880円ぐらいなんですよ。ですからちょっと70円近くですかね、ちょっとこれ値上げしてるんですよね。だからこれよく見ないとね、落とし穴になるんだけども、通常のトミカとか買う際にプレミアム置いてあるところだと値段は変わらないで、そのまま買えるんですよ。ところがヤマダ電機、これ気をつけなきゃいけないのは、ヤマダ電機は値段が多少違うんですよ。770円なのこれ870円ですとか言うんでね、あれみたいな、値段がちょっと違うぞみたいなちょっと値段をプレミアムだからと、初回だからつってね、稼いでんだよな、ね、ちょっと上げてるんだよ、そこがちょっとブラックな感じがするんだよな、ヤマダ電機は。でそういうところがあるんで、ヤマダ電機で購入する際は気をつけてくださいね、初回だからつってね手に入れるとちょっと高い思いしますね。そういうところでちょっと金を稼ごうというね、いうところがまだ出ちゃうんで、そういうところが残念なところかなって思うんですね。で、これは、トヨタのセルシオでして、セルシオは1989年10月に発売された。日本国内ではトヨタのフラッグシップとして作られたが、もともとは北米に成立された高級ブランド、レクサスのトップモデル、レクサス LS400。バブル景気が熟熱し、日産セドリック、ブロリア、シーマが高級車ブームを購入する状況下、トヨタも海外向けの高級車を国内に導入し、需要の高まりを推す。解析車は唯一、エンジンは V 型式と DOEC35W 4リッター260馬力、サスペンションは4人 WB 指紋、最上級グレードの C はホイールストローク変更、低時低ベアサスペンションが D、A にはホイールスプリングが付いている。D にはピエゾテニス。電子制御サスペンションで応対性能が高いビエルトーストを作って噴火点を4台 AT の ECTIC に用意される。テクパッケージは後部重症でシーファードリバー向け、中中年8月のマイナーチェンジ、車の変化は少ないが血管目標は増加した。レクサスは89年6米周辺を展開、高性能かつ高進出のレクサスで車の欧米ライバルメーカーたちを奮いさせた LS400 は89年11月のデトイトショーでデビューした。でセルシオの社名は、極上最高という意味のラテン語、セルサスをもとに命名されたということですね。で、これが同時にレクサスブランド初の、車になるんですね。だからトヨタではトヨタセルシオと名乗ってますが、レクサスブランドでは LS400 として販売されているわけです。だからこの車が登場を切り、要するにこの日本だけではなくて、海外にももっと力を重視したいということで、海外のブランド、レクサス店が誕生したんですね。平成元年の時でした。で、その時に、レクサスブランドを立ち上げ、そして同時にその先頭を引っ張っている車としてセルシオ、日本名ではセルシオという車を出しています。この車のために当時バブルの頃でしたからすごい時代で、この車のためだけに試験場を作ったんですね、トヨタが。この車のためだけに試験場を作って、
でそこにもう耐久性をうんとこやったわけですよ。でそれはやはりその日産の打倒セルシオとかセドリックとかああいった車が来て、でバブルってのはすごい時代だからもっと金稼げる時代になったんで、もっと上の車を目指してたわけね。だからあのシーマーだって初代とか出たでしょ。でそれを機に、まあシーマーを機に、まあ、トヨタの彼もシーマーに対抗する車をという形でセルシオという最上級の、まあレクサスで言っても最上級の車を作った。今まではあのセンチュリーというのが、まあ、最上級車種だったんですが、まあ、これはレクサスブランドの最上級車種として、まあ、セルシオという形で、日本名ではトヨタのセルシオという形で販売された、車なんですね。で、この車はすごく静かだったって話を聞きますね。耐久性がすごく良くて、もともとクラウンもね、あの道路の砂利道みたいなこうデコボコした道をぐわーっとこう走っていくと、もう、7代目グラウンでしたかね、その時すごい静かだったのね。であれにすごい驚いたらしいんですが、まあ、このセルシオもやっぱりクラウンの流れを組んでるような車ですから、やっぱりその元はといえばクラウンの系列からこれ分かれてた車なんで、もうそのすごくこう耐久性がすごいんですね。でこの手の車のクラスになると、普通は一番下のグレードってなると、まあ、安っぽい外見だったりどことなく安っぽい内装だったりしちゃうんですよ。ところがこういう車みたいになってくると、ビープカーみたいになってくると、グレードが一番下のグレードだってもちゃんと高級感が出てるんですよね。だからそのなんていうの、高級さを失われてない、これこそが本当の高級車だと思うんですよ。要するに車によってはグレードが上のやつは高級だけど、グレードがだん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 下に行くにつれてはこうみそぼらしくなってくるっていうかね、安っぽくなってくるっていうのが、それが気に食わないわけ。だけど本来の車の高級車っていうのはこれが超高級車なんですよ。グレードが一番下であっても高級感は損なわない。それが唯一クラウンにとって良い車だったわけですね。だからクラウンはグレードが一番下でも高級感というものを持ってたし、それでいて、まあ、必要最低限の設備しか持ってなかったんですよ。だから市場にあれはヒットしたんですよ。なので、まあ、このセルシオも、まあ、クラウンよりもさらに上の位置という形で作られた車なんですけども、まあ、クラウンと比べては豪華な内装なんですよ。ただ、まあ、これもやはり走ってる分では必要な設備しかついてないよというような感じですね。でそれで見て、一番下のグレードであっても高級感がある。それでいてものすごいクラウン同様静かである。まるで今の現在で言うとプリウスに乗ってるんじゃないかってぐらい、もハイブリッドからも乗ってるんじゃないかってぐらいすごい静かな車でした。何しろ初代のシーマというのもね、これもちょっとエンジンの音だけをこう走ってるところ聞いたことがあるんですが、本当に静かでしたね。びっくりするぐらい静かだった。まあ、この車もびっくりするぐらい静かなシーンです。でこの車は良かったなって言ってね、あの時トヨタに車検に持ってった時に、そのある老夫婦の方がいて、その人がね、おじいさんがあたりなんか人が言ってましたね。いやこの車はね、ほんと新車でね、これが出た時新車で買ったんだよね、あれはすごい良かったわって。その前がなんかカリーナかなんか乗ってたんだけど、カリーナからセルシオに取っ替えたんだけど、いやびっくりだねと、こんなに高級感がすごくて耐久性がこんなにある車なんて初めてだわっつってね、すごい喜んでたらしいんですね。でまあそういったまあ話が、ありました。ただ今現在は残念ながらこういうセダンタイプの車って非常に分子がなくなってきちゃったから、すごい安くなっちゃったんですね。だから当時はあれほど高い車だったのが、今10万円以下で買えちゃうようなね、そんなものすごい安みたいな、そんな値段でなっちゃって悲しいぐらいになっちゃったんだけど、でもこれはやっぱり海外だからとってはね、やっぱりレクサスブランドの車でもあってやっぱ高いと思いますよ、うん、でこれがプレミアムで出てきたってのが良かったね。だからこれぜひ2代目のセルシオもね、あのプレミアムとして出してほしいなというのがね、あるんですが、ほら見てくださいこれね、ほらプレミアム、本当出来が良くなりましてね、私がね今までのトビカは残念だと言い続けた結果ですよ、出来が急に良くなってきたのが、良くなってきたの、いいなと思います。
こういう内装とかもね、レクサス、あのレクサスっていうかセルシオの内装になっておりまして、赤茶、あの茶色なんですよ。通常は黒なんですけど、黒のやつはちょっと内装が茶色じゃないんだよね。違う内装になってます。でこれはあの内装の色が違うんだけど、これは茶色になってますね。こういうところあたりがね、まあなかなかこのセルシオの素晴らしいところですね。でこうやってピチンとこうね、ドアを開けた時のこのね、音フェチの方はいいかもしれませんね。こういうきっかりとした作り込みで音も良くて、この高級感ですよ。いやこれはいいですね。そして私密かにあの期待するのは8代目の、クラウンがあって、9代目のクラウン、もしくはあのクラウンマジェスタの、あのクラウンマジェスタの2代目ですね。クラウンマジェスタの2代目と、クラウンとしては8代目にあたるクラウン、8代目じゃない、9代目に当たるクラウン、これをぜひともね、まあ、作ってくださいなというふうに言いたくなるんですね。でもまあこの車は本当にいい車ですよ。当時のトヨタをかけた最高級であり、そしてレクサスブランドのトップを走る車でした。いやこの車はすごくねいいですね。きちんとこうボディなんかも作られていて、ホイールとかね、当時こんなホイールでしたよね。でこういった感じがよく出てますよ。いやさすがですよ。これぞセルシオでよう作ってくださいましたよ。昔トミカでもね、あの平成元年あたりにトミカの方でもセルシオ作っておりました。あれも出来はいいなと思ったんですが、あの当時の出来だって素晴らしかったんだけど、30年以上経って今はさらに技術を上げてできた。これはね文句ないんじゃないかなと思うんですね。これで1000円以上したとしても、価値がついて1000円以上してもおかしくないだろうというぐらいの出来だと思いますよ。このセルシオはね本当にいい車でね、作り込みも良くてびっくりするぐらいです。これはプレミアムとして出してたらね、ケンベリの GTR 同様、このプレミアムのセルシオもぜひね納車していただきたいなと思います。やっぱりこれから動画を、例えばプレミアムのトミカかなんか買って動画出そうかななんて思う人がもしいたらね、そしたらこれはプレミアムの車種を出してほしいんですよ。これは買わんとダメよ。プレミアムとかヴィンテージは出場条件でね、買わないともったいない。そういう動画を出そうと思ったらば、やっぱりそれなら車を買っとかないともったいないですよ。まあ仮に動画を出さなかったとしても、ヴィンテージプレミアムは買っといた方がいい。値段は高いですよ。値段は通常のトミカと比べたら高いけど、でもそれだけでお金を払っても十分価値があるんですよ。これはそういう、この手の車はやっぱり後々価値が上がってくるタイプだから、やっぱりこういう車はいいなと思う。だからこれで初代できたんだからね、2代目もちょっと顔が似てる感じがする車なんだけど、まあ後期型になるとちょっと顔が変わるんだけども、後期型あたりで2代目のセルシオを出してほしいなというふうに思います。セルシオといえばこういう車でしたよ。いまだにね、これを現役で走ってる おばあさんかなんかがいて、そのおばあさんが現役でこの初代のセルシオを運転してらっしゃる方がいらっしゃいますけども、いやー、驚きますね。驚くと同時にですね、今こんなね、経済がすごく悪くなっちゃって、コロナウイルスがなって大変な時期にですね、まだセルシオを乗っているというのがすごいですね。税金もすごいかかるからね、この車。でもそれを未だにこう所有して乗っているっていうのはすごいなと思います。で、やっぱりこの、なんていうんだろうな、この、やっぱりこういう車のオーナーってのはやっぱりちゃんと分かってるんですよね。やっぱりどうしてもやっぱり手放したくないと。まあこういう静かな車で、気品のある車だったらば、やっぱり手放したくはなくなりますよ。やっぱりそれだけすごい丈夫だし、何十万キロ走っても平気だし、でそれでいてこう静かだしね、でドアを開けた時にパツバタンバタンっていうその重みのあるドアの閉まり方とか、そういったところがいいなと思うんですよ。こうやってねトミカの音としてもいいし、でこのトランクなんかもこれ白いですから、ゴルフバッグなんかすっぽり入っちゃうんですよ。
だそういったところなんかがね、いいなというところですね。何しろ本当にさっきも言いましたけど、この車のためだけに試験場がね、ぐるっとこう一周する試験場ができたんですね。車の最高速度を測るためのね。これはすごいですよ。さすがトヨタですと言いたくなりますね。この車がなかったら今のレクサスブランドなんて間違いなく誕生してないわけですから、やっぱりこの車が誕生したことによって、レクサスというブランドが出て、そして日本に2008年ぐらいの時かな、本格的に、今までレクサスブランドは海外の人しか買えなかったですけども、まあレクサスというのはもともとは日本のトヨタから生まれてきた会社なんだから、じゃあトヨタのさらに上を行くレクサスブランドとして日本で販売しましょうということで、2008年あたりにレクサスブランドが日本にやってきたわけですね。で、日本を本社としてレクサスブランドが出てきたわけですよ。だから本社は今までアメリカにあったものを日本に変えたわけですね。で、そういったら大成功したわけです。何しろ天下のトヨタが後ろにバックにいるわけですから。やっぱりこの車はね、やっぱりすごいなというふうに思いますよね。この車がなかったらもうレクサスが誕生しないのはもちろんのこと、日本全国に衝撃を与えることはなかったと思いますね。ついにこれはもちろん日本だけじゃなくて、当時のメルセデス・ベンツの600リムジンとかね、ああいった BMW の7シリーズだったかな、まあ、ああいった大きな最高級車を作ってる BM やベンツですらもう感心したと、驚いたという車を作ったわけですよね。これはやっぱりすごい大きな出来事だったなと思うし、同時にこの時代はバブル真っ盛りだったから、ものすごいバブルで景気がわーっと上がって、景気給料がたくさんもらってた時代だったから、だからこそ、まあ、こういった車が、まあ、バブルの遺産っていうのかな、まあ、こういった車が作れたんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ今日本の自動車でこれだけの高級車を果たして、今今後もね、この時代の中で金をどんどんかけてこういう高級車を作れる勇気があるかっていうと、ちょっと難しいかもしれませんね。今はどっちかというとコロナによって経済がすごい大打撃を受けてるから、まあこういうふうな高級車を作ろうと思ってもなんか失敗がすごくあるんじゃないかっていう恐れがの方がでかくなっちゃって、でこういう車が作れなくなっちゃうのかなっていうふうに思いますね。それはやっぱり、悲しいなというふうに思いますので、やっぱりこういう高級車をね、たとえ EV と言われた電気自動車に一本化される時代になっても、こういうセルシオという高級車は、まあ、作っていただきたいというふうにね、こういうセルシオじゃない、こういうセルシオのような高級車を出してほしいなと。やっぱりそれはトヨタがね、アルファードの宣伝でもしてるように、今ちっちゃい車ばっかりが売れていて、これはなんだか寂しいですねとね。でそうするとね、社長のある師匠をやってるみたいなね、姉ちゃんはそれでいいんじゃないですかみたいな、でもそれがそんなのは許せませんっていうふうに言ってましたけどもね、運転手はね、本当にその通りだと思いますよ。ちっちゃい車ばっかりが売れてたら、やっぱり日本の未来ってのはないですよ。それは要するに、なんていうのかな、もうトップの高級車ってのはトップの道を走ってるからいいんだって、それがいつもこう何て言うか、大衆車ばっかりがあるような時代だったらば、日本は潰れます。正直言って、やっぱり高級車あってからこその大衆車っていうのがあると思うんですよ。だからそういうふうな車というのがないっていうのは、なくなる実はあるっていう、この変な時代ですよね、今の時代は。そういったところは非常に遺憾であるし、悲しいなと思うんですよ。やっぱり、なんていうのかな、お金持ちが胸を張ってパッて歩いていけるような、こういう時代にならないとダメなの。今はなんかお金持ちがパッて歩いてるとね、なんだあいつは金持ちだよみたいな、すごい言われ方されてね。で、それでなんかすごいなんか煙たがるみたいな時代になって、お金持ちの人がなんか生きづらい時代になってしまいましたね。こういう時代ってのは悲しいもんですよ。昔はこういう人たちが胸を張って歩いてって、では胸を張って歩いたからって決して威張り散らすこともなく、ね、威張り散らしたような金持ちなんて時期潰れちゃいますからね。ただ威張り散らすことなく紳士的な態度でやっていく優しいお金持ちですね。
そういう人が胸を張っていけるような世の中になっていかなきゃいけないんです。そのためにはこういうようなセレショーに乗っていただきたいし、こういうようなセレショーが胸を張って堂々と車の街の中を走れるようになんだけどダメなんですよ。今の日本ってのはどん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 ひどい状況下になってるから、今はもうコンパクトカーどころか軽自動車ばっかり走ってるような時代でしょ。これじゃダメなんですよ。基本的に軽自動車っていうのは税金の貢献にあまりならないんですよ。なぜならばガソリン税とかそういったところでは払ってるけども、自動車税としては、国のお金は一切入ってこない。それは地方のお金しか入ってこない。どういうことかって言ったら、これ以上軽自動車がバンバン売れ続けてれば地方のところは儲かるけども、結果的にそれが国のお金の収入になるかって言ったら、国のお金にならない。国のお金にならないってことは、私たち国民が軽自動車をたくさん買えば買うほど国が貧しくなり、国が潰れちゃうわけですよ。言い方は悪いかもしれないけどもね。ただこれが普通車を買ってくださいって話ですよ。普通車を買えば国の方の税金としていくわけ。じゃあなんで国がこんな風になったかって言ったら、国の政治のやり方もいけないわけよ。ね、国があんな自粛しろ自粛しろなんてね、あんな無作為な考え方ばっかりやってるんでしょ。ね、少ないお金しか渡してはい自粛しろって、こんなことばっかりやってるから結局国民から呆れられるわけだよ。だからそういうふうなことじゃね、もっとしっかりとしたやり方せえというふうなね、喝を入れたくなりますけども、ああいうふうな日本のリーダーなんだから、それが弱っちいね、リーダーじゃどうしようもないわけですよ。だからね、そういうことなんですよ。だから軽自動車が大好きだって方にある意味申し訳ないけども、でも軽ばっかり売れてたらば日本は潰れるんですよ。日本のお金にはならないんだから、地方のお金しかならないんだから。だからもういっそのことを軽のなんていうのかね、軽自動車よりも普通車がバン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 売れていくような時代をもう作っていかないと。じゃないとどん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 この世界は他の国から取り残されますよ。やっぱり高級車が前を向いて走る。だから紳士的な対応ができる優しいお金持ちの人が胸を張って生きていけるような時代になっていかなきゃいけない。そうするとそれを庶民の方たちもそれを尊敬してくる形が必ずできてくるので、そういう人たちがまたお金持ちになり、そしてそのお金持ちがまた尊敬をしている人がまたお金持ちになりって、こういう循環の繰り返しですよ。そうすることによって日本全国はね、まあ、バブルとまではいかなくても景気が良くなるんです。こんな簡単なことがなぜわからないんだって言いたくなりますよね、国には。本当に新たなんですけど、国に対してはね、だけどもまあなんていうんですかね、今の国は国で、ね、自分たちは金持ちだからってね、はい金が欲しいんだろうってね、威張り散らしてるから、だからダメなんだよね。だからこういう風なね、紳士的な対応ができるようなこういう素晴らしい車をね、ぜひ作ってほしいもんですな。でトビカに対してもこれは素晴らしい出来だったので、またね、あの素晴らしい出来のある車をまたどしどしといろんな車種を新車でね作っていただきたいなという風に思います。どうもありがとうございました。